店にはようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェア、よろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップも開始しましたのでぜひ応援お願いいたします。動画の画面の下にあるサンクスボタンからも応援よろしくお願いします。Twitter も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ところで、今回はどんな話をしていく予定なんだ？そうね、今回は日本政府とアメリカ政府が、漁師や地元住民の意見度外視で、密室で、勝手に佐賀県の海と佐賀空港をオスプレイの配備場所に、しようとしている件について話していこうと思うの。そうか、ところで今回はどうして、そのテーマなんだ？今回は飛行兵器であるオスプレイの配備場所に関するものなんだけど、こういった話って、佐賀県に限らず各所であるでしょ？例えば、水戸納豆船配備の件とかか？でっち上げはやめようかー。おっと、すまない。言葉を間違えてしまったぜ。本当は沖縄のアメリカ軍の基地問題とか、秋田県の、イージス・アショア配備のこととかのことを言いたかったんだ。その言葉が真実かは怪しいところだけど、私が言いたいのはまさに、そういうことよ。つまり、今後も、日本政府とアメリカ政府の密会で勝手に物事を、決められる状況はあると思うの。なるほど。そういった状況は今後も十分にありそうだぜ。そう。だからこそ、この一件は知ってほしいと思ったのよ。ああ、確かに、こういった事柄は日本に住むものである以上、他人事ではないよな。よし、それじゃあ、早速教えてくれよ、レ夢ム。わかったわ。それでは解説を始めていきましょうか。ゆっくりしていってねー。しかし、密会か。男同士の密会といえば、やはり、世界一の美女決定会議とかも、あったりするんだろうな。やばい妄想はやめた方がいいよー。それでは、オスプレイ佐賀空港配備計画の内容について、話していくわね。これは本が好きで、本屋によく行っている投稿主の投稿に記載されていた内容になるのだけど、防衛省が2014年7月に佐賀県に配備を要請したの。そして、2017年に地権者説明会が行われたわ。この時、南川副司書や地権者のいる他の司書で、機体の安全性や有明海の環境悪化を懸念して、反対表明がなされたそうよ。そりゃあ、そうだろう。戦闘機等の軍事兵器を置くことは、それだけで大問題だと思うぜ。何せ、基地を作ったことで戦闘機の騒音問題もあるし、機体トラブルや操縦ミスで、街の中に落下してくる危険性だってあるしな。それもそうだけど侵略戦争等の有事の際、基地があることで、攻撃対象にされる恐れだってあるわよね。だから佐賀県の地元の人々のこの反応は当然のものだと思うわ。なら普通に考えて話は、これで終わりだよな。普通なら、そうなるんでしょうけど、そうはならなかったの。なぜなら、2018年8月になって山口翔忠知事が20年間で支払う着陸料100億円で、有明海の漁業振興基金を創設するという条件で国側と合意し、オスプレイ佐賀空港配備計画の受け入れを表明したからよ。なんで、そんなことになったんだか。確かに態度が急変しすぎだよね。ただ、1990年に佐賀県が空港予定地周辺の8漁協と締結した、公害防止協定覚書付属資料には、県は佐賀空港を自衛隊と共用するような考えを持っていない、とあるため、配備に至っていないわ。なるほど、つまり、佐賀県全体の総意ではないということか。そのようね。でも、佐賀県と有明海漁協の調整難航。結果、千葉県木更津市の陸自木更津駐屯地で5年間をめどに、オスプレイの暫定配備が始まったのよ。でも、佐賀県民は納得してないんじゃないのか？半ば山口翔忠知事と国で強引に進めたって感覚があるぜ。本心では、納得していないでしょうね。やっぱり、そうか。ところで、よく、オスプレイという名称は耳にするがみさい。どういったものなんだ？わかったわ。それなら次はオスプレイが、どのような飛行兵器なのかついて、話していきましょうか。オスプレイか。名称からして、オスで始めるなんかってイメージしか湧かないぜ。オスは、全く関係ないよー。では、そんな的外れな発言はさておき、早速本題に入りましょうか。ちなみに読書が大好きで年間300冊以上も本を読んでいる投稿主の投稿では、このような説明がなされているわ。オスプレイの正式名称は、ベルボーイングオスプレイ。名前の意味はミサゴね。なんだよ、ミサゴって？ミサゴはね、鷹の一種よ。それで、このオスプレイは主に、人員や物資を運ぶ輸送機として、使われているんだけど。どうしたんだよ、レ夢ム。なんか、歯切れが悪いな。実はね、このヘリコプターと航空機の良いところを組み合わせた、形状のオスプレイなんだけど結構、墜落する事故とかが多いの。なんで、そんなに事故が多いんだ？まず、一つにはヘリコプターと航空機を組み合わせているため、ヘリコプターと航空機両方の操縦技術が同時に求められる点ね。つまり、ヘリコプターと航空機を操縦できる人じゃないと、操縦ができないのよ。それはとてつもなく操縦のハードルが高くないか。高すぎるわね。それゆえに、操縦ミスが意外と起きやすいのよ。また、ヘリコプターと航空機の特徴を合わせた機体ってこともあり、オスプレイの構造はかなり複雑なの。故に、オイル漏れで火災とか、飛行中の部品の落下、配線ミスで不時着等々、様々な機体トラブルが発生しやすいのよ。何より、そういったトラブルが発生した際、複雑な構造ゆえに、原因の究明と対処には、かなり時間がかかるとされているわ。おいおい、ちょっと待てよ。そんなの完全に欠陥品じゃないか。本当に普通に運用して大丈夫なのか？正直なところ、大丈夫ではないわね。何せ、オスプレイは画像を見ての通り、プロペラが機体に比べて、かなり大きいもの。さらに両脇にあるプロペラを動かすことで、空気抵抗も変わってくるから、環境要因に左右されやすいのよ。環境要因って、例えば、どういったもののことなんだ？例を挙げるなら風などが、そうね。それで、複雑な構造上、こういった環境の影響を受けやすいから、専門家から運用中、機体が不安定になる可能性があるとの指摘されているの。また、防衛省が2018年に発表しているオスプレイの事故率は、3.24 となっているわ。ちなみに、この数字は10万飛行時間あたりの飛行事故の件数になるわね。10万飛行時間あたりの 3.24 件も飛行事故が発生しているのかよ。これって結構、頻繁に飛行事故が起こっているってことじゃないのか？そういうことになるわ。それに、オスプレイの訓練ではなく、未戦での事故率は40倍だと、言われているわね。おいおい、未災の運用で、そんなに事故率が変わるんだよ。おかしくないか？実は2010-2012年までの間の、米軍のアフガニスタンでの実践報告書というものがあってね。この中にオスプレイの兵隊航空機の事故率が平均値の40倍ほどの差が、出ていたと記載されているのよ。事故率が40倍ってことは事故率は 129.6 件ってことか。こうなると、もはや、空飛ぶ落下物だな。それは否定できないわ。また驚くべきは、その値段よね。値段はいくらくらいなんだ？1機100億円で、その他の諸経費を入れると1機200億円くらいだそうよ。事故多発の代物なのに1機200億円だと、ふざけてるな。でも、もっとふざけているのは日本側は、アメリカ軍から示された値段。つまり、いいねで、この危険物兵器を必ず購入しなければならないという点ね。ちなみにオスプレイを17機購入した時の値段は、総額3600億円だったそうよ。めちゃくちゃだな。おい、アメリカの言いなりとはいえ、これは酷すぎるぜ。また、日米安保の密約や軍事機密費などについても、米軍の幹部と日本の官僚が秘密裏に話し合っているみたい。さらに米軍のオスプレイは、どこをいつ飛ぶのかなどは、日本政府には伝えられないそうよ。それと、オスプレイは米軍管理だから事故を起こしたとしても、日本の警察が近づけないのよね。なんか、聞けば聞くほど、腹が立ってくるな。全くもって、不快感しかないよね、オスプレイの話。そうだな、じゃあ、そろそろ話題を変えようか。ちなみに佐賀県にオスプレイ配備の話が進んでいることについて、地元の人たちはどう考えているんだ？了解したわ。それでは次は佐賀県に住む人たちのオスプレイ配備に対する反応について、話していきましょうか。正直、地元の人たちの反応、なんとなく想像つくぜ。きっと、役人たちに塩をぶっかけてさっさと出ていけー。とか、言っているんだろ？それは遠回しに塩対応だって言いたいのかなー？やっぱり、わかっちゃうか？もちろん、わかるわよ。だって、あからさまだもの。それで佐賀県に住む人たちのオスプレイ配備に対する反応なんだけど、思考分析が好きな投稿主の投稿によると、こういった感じだそうよ。まず、時は遡り、オスプレイの配備場所に関する話が出た2014年7月19日当初のことになるのだけど、新聞報道によって突如佐賀空港へのオスプレイ配備計画が発表されたの。そして、同月に2日に防衛省が佐賀県に来て要請。当然、予想外の出来事に住民たちは驚いたわ。ことがことだからな。驚くのは当然だろうな。その後、防衛副大臣が佐賀県を訪れ、オスプレイ17機の配備と、メタバル駐屯地のヘリ50機の移駐を行い、米軍オスプレイの訓練基地として利用するために、佐賀空港に隣接した自衛隊基地を建設するという計画を発表したの。そして、防衛省はその翌年に米軍の訓練に関しては一旦取り下げながらも、全国の他の空港と横並びで検討するとしたわ。これに対して地元では2014年から自治会長3名により、対策協議会を発足させたの。そして、その翌年である2015年に、スポーツパーク川添体育センターで、400人参加のオスプレイを配備しての訓練基地要請に対する反対集会が、行われたわ。やっぱりか、当然の反応だぜ。オスプレイなんて、事故りまくる金食い虫の、危険兵器の訓練基地ができるとなれば、誰だって反対するよな。まあ、そうでしょうね。その後、対策協議会の名称は佐賀空港への自衛隊オスプレイ等、配備反対地域住民の会と変更なったの。こうして、毎年この反対集会は開催されることになり、住民の会として、オスプレイ反対を訴える幟を立てたり、署名活動、チラシの配布などを行ったわ。その結果、県内外から約12万筆の署名が集まり、県側に提出するに至ったの。ほうほう、それで？実は、この間にもオスプレイやメタバル駐屯地の戦闘ヘリの墜落事故が、多発していたの。ちなみに階の住民がオスプレイ計画に反対した理由は30年前の、佐賀空港建設時に郊外防止協定が結ばれ、佐賀空港は自衛隊との協業は、しないことが明記されていることや空港に隣接する自衛隊の基地建設計画地の、被験者は地元漁協であることが表明されていたわ。それゆえに地元漁協側は自衛隊基地は強制収容ができないため、地元漁協が反対する限り基地は建設できないことを強調。ことあるごとに基地反対を表明したの。そりゃあ、当然、そういった反応になるだろうよ。確かにね。また、南川沿いで海苔養殖を営んでいる漁師の佐々木氏や、石尾氏が、地元の漁師として何度も国策事業によって左右されてきた歴史や、これからの有明海を守り引き継いでいくという機敏な思いを語り、オスプレイ配備に反対したわ。ちなみに、その内容なのだけど、筑後川を挟んで対岸に位置し、佐賀空港建設当時に郊外防止協定を結んでいる柳川市の新谷慎次郎市議が、対岸といっても空と海は一つに繋がっている。柳川でも豊かな農業量を守らなければならない。というものだったのよ。さらに南川沿い出身の川崎直之市議も自衛隊との協業はしないという、郊外防止協定の一文には、当時の戦争体験者の二度と戦争を起こしてはならないという強い思いが込められていると語ったの。自衛隊との協業はしないという郊外防止協定の一文に、こんな意味があったとは考えもしなかったぜ。なら、地元の漁師の方々が怒るのも当然だな。まったくだわ。それに自衛隊基地建設の話って、地元住民の方々や漁師の方々と散々、話し合って、要請したものではなく、密会で日本政府とアメリカ政府で勝手に、決めたことだもの。完全に漁師や地元住民の方々を軽んじているわよね。ああ、まったくもって、ふざけすぎだぜ。日本政府が佐賀県にオスプレイを配備する必要があるというなら、まずは、その理由を地元住民に対して説明し、納得してもらった上で、要請するべきだよな。まったくだわ。何より、オスプレイの配備が日本の国益や地元のためになるなら、どのような国益や地元の利益となるのかを説明する義務があるわよね。私も、そう思うぜ。ところで、佐賀県にオスプレイを配備するのは国益や住民の方々の利益になるのか？それは気になることだわ。それでは最後に佐賀県にオスプレイを配備することは国益や、住民の方々の利益になるのかについて、話していくわね。オスプレイを配備にメリットはあるかどうか。それが問題だぜ。そして、メリットと言ったらリンスのいらないシャンプーだよな。突然、ボケないでくれるかな。それでは、早速、オスプレイを配備することが、国益や住民の方々の利益になるのかどうかについて、話していくわね。ちなみに、事件やニュースに興味のあるアラサー男性の投稿主の投稿によれば、1990年の佐賀空港建設時に当時の勝木県知事と地元の8漁協が締結した協定書というものがあるが、その覚書付属資料には県は佐賀空港を自衛隊と協業するような考えを持っていないという一文が明記されていたそうよ。それで？実はこの一文なんだけど、佐賀空港が赤字に陥った場合に軍事基地として使用されることを危惧した当時の漁協幹部たちが強く要望したものだったの。そうすることで、軍事基地として利用されないようにしようとしていたのだけど、結果は有明海漁協側を度外視し、山口翔太氏県知事が勝手に佐賀空港へのオスプレイの受け入れを表明したのよ。その後、山口翔太氏県知事が有明海漁協側に対して、郊外防止協定の見直しを迫ってたわ。随分と身勝手な話だな。なんだよ、この山口将棋県知事は？佐賀県に住む人々のことを本気で考えているのか？さあ、どうでしょうね。ちなみに有明海漁協はこの要請に対し、15支所の運営委員長など役員のみで、組織されたオスプレイ配備等検討委員会を設置し、防衛省が排水対策、土地価格の目安、計画予定地の土地取得についての考え方の3条件を、示すことを条件として協定見直しに応じると提示したの。そして、8月下旬から、郊外防止協定の当事者である、南川添、広江、大琴付間、早津江、東岡、諸富の6支所の組合員に対して、防衛省が説明会を行ったわ。しかし、説明会ではこれまで組合員に全く説明のないまま事態が、進行していることに対して有明海漁協側では日本政府や県に対して、不信感や反対意見が続出し怒号の飛び交う会場もあったというわね。これ完全に時間稼ぎだよな。だって、そうだろう？説明会を行っている一方で、有明海漁協側に全く説明もしないで話を進めているんだからよ。まあ、そういった状況だったから説明会後は、各支所の運営委員長が、今後も説明を求めていく、これで終わりではない県や防衛省側に表明したわ。この表明に対し防衛省も引き続き丁寧に説明を行っていくと返答。しかし、その後、有明海漁協側はこれ以上、防衛省からは新たな説明は望めない、と表明して追加の説明会を開催しないことを決定したの。防衛省の説明によっぽど誠意を感じなかったんだろうな。きっと、国会答弁みたいに、ただ、はぐらかすけで納得する答えを、提示しない状況が容易に想像できるぜ。そして、そんな状況に陥った山口翔忠県知事は、10月24日に6所の、有明海漁協側運営委員長に対し有明海の再生は県だけでは無理で国の力が必要だ。県を信用してほしいとして、諫早干拓など国策によって激変させられてきた。有明海の再生を盾にして国防に協力するよう求めたの。こうして、それからわずか1週間足らずで公害防止協定見直しが、容認される運びとなったのよ。県側のやり方、汚すぎるな。完全に有明海漁協側の人たちの足元を見ての発言じゃないか。同感だわ。説明会であれだけ組合員から反対意見が上がっていたのに、漁師が繁忙期で忙しくなった隙をついて強引に見直し容認まで持っていったんだもの。絶対に許されないやり方よね、これは。組合員を蚊帳の外に置いて漁協幹部だけで強行するなんて、これまで、オスプレイ配備に反対を貫いてきた漁師の方々の思いを踏みにじるものだよね。さらに、昨年の大雨で早津江川に土砂が堆積したので、県側に、要請し、対応してもらったのだそうだけど、その際、次からは早急に対応するというのは、できなくなるかもしれない、というようなことを、有明海漁協側に告げているの。おいおいおい、完全に脅しをかけているじゃないかよ。災害が起きてたら行政が対応するのは当たり前の話だろ。こんな県の言うことを信じろっていうのは無理ってものだぜ。漁師の方々も、こういったことを脅しに使うような県のことなど誰も信用できない、と批判しているわ。これらの県や国側の対応を見て、もう結論は出たと思うんだけどどうかな？ああ、これはもう選択肢はないな。私個人の意見としては、信用するのは無理だぜ。それは私も同じ意見よ。事故だらけのオスプレイ配備のために基地を作るとか、国益や、佐賀県に住む人々の利益になるとは思えないわ。それ以前に、まず信用しろって方が無理じゃないか。しかし、軍事配備拠点を増やすのはアメリカに利用されるだけって、気がするよな。正直、どうやっても国益につながらない可能性が高いような気がするわね。そもそも、オスプレイ配備するなら納得できる理由を示すべきじゃないか？私も、そう思うわ。それに日本政府は常にアメリカ側の言いつけを無条件で見聞きしてばかりだもの。いい加減、日本政府には国としての自覚を持ってほしいものだわ。同感だな。早く、信頼できる国家になってほしいものだぜ。本当によ。今日の動画はここまで。チャンネル登録、高評価、よろしくだぜ。よろしくお願いします。また次回の動画で会おうね。